当て身の稽古はまず一本の木に藁を巻き、そしてその周りを布で巻くと。古代には獣の皮を巻いたと言われております。そうしまして剣はですね、自分の体全体からですね、その剣一つに集中させて打つと、そしてその剣がですね次々に変化して、一つ一つが、強力な剣に固めていく、そういう訓練をします。この五種の剣もですね、五本の指先の五つの剣と師匠の剣の一つが入るわけです。そしてまた剣は、手で打つだけではありません。足を動かすことによって、剣の速度がずっとの倍化されるわけですね。また前頭部も剣です。もちろん剣は己剣となれというくらいですから、自分の全ての五体がですね剣として固めると、その訓練を行います。これは三指で打つと。三指で打って弱いと思いますと、今度即死でもって、蹴りをその合間に入れるわけですね。これはリズムを取るわけですね。リズム剣とも言います。次に片足蹴り、両足蹴り、片足蹴りで体が崩れた時には